る21年10月からアイズブランドものづくりフェア2016 in 街中とアイズ街中アートプロジェクト2016が連携し、今年の街中は何かが違う、2016は街中でものづくりとアートは出会いですをキャッチコピーとして掲げ、街中の各会場にて事業を展開してまいります。アイズブランドものづくりフェア in 街中2016につきましては、アイズのものづくりに対する理解促進と旧振興や、アイズ地域の技術素材を生かしたものづくり人材の育成による商品開発の推進を図るため、10月1日土曜日から、11月6日日曜までの間、アイズ稽古堂鶴ヶ城体育館街中の工房アイズ地域のものづくり企業で開催する予定であります。アイズブランドものづくりフェアはこれまでアイズドームで開催してきましたが、今年度より秋の街中に舞台を移しての開催となります。合わせて10月21日金曜日から10月23日日曜日まで、会津稽古堂において会津伝統工芸フェアを開催し、会津地域の伝統工芸の理解促進を、また10月28日土曜日と29日日曜日には会津食と技の祭典にて物作り体験、食料品コーナー、物販コーナー、さらには企業紹介ブースを設け、多様な地場産業の PR を図ってまいります。また、ものづくりをキーワードに、町中や会津地域のものづくり、地場産業振興を目指すイベントと連携を図ってまいります。北方市のアートグラリーや会津三里町の東神と陶器祭り、三島町の会津の編み組み工芸品店などの各種イベントも合わせて、メイドイン会津をぜひ体感していただければと思います。で次に、会津町中アートプロジェクト2016につきましては、10月8日土曜日から11月6日日曜までの間、七日町通り、野口秀夫青春通りを中心に、市内各所の歴史的指定建造物や店舗で開催する予定であります。会津町中アートプロジェクトは、会津の文化資源である漆をテーマとした会津漆の芸術祭と、会津が誇る会津ゆかりのアーティストの優れた芸術作品等を紹介する街中ピナコテーカを融合し、生活の場である街中を舞台とした芸術文化事業であり、会津の伝統文化、芸術文化と街の新しい魅力を内外に発信することを目的として、平成25年度から開催し、今年で4年目を迎えております。全国漆芸大学の作品、地元会津の漆芸作品や会津ゆかりの絵画などの芸術作品を市内の街中にある歴史的建造物や商店街に展示し、市民や観光客の方々が気軽に鑑賞できる機会を提供いたします。またワークショップによる芸術体験の開催など、年齢を問わず気軽に参加できる事業の実施も予定しておりますので、ご家族揃って芸術の秋に繰り広げられる漆とアートのコラボレーションにぜひお越しください。以上であります。